BIOS はオープンソースで開発されているネットワーク OS である。主にソフトウェアルータとして運用される。d e b i a n GNU Linux を基盤として開発されている。BIOS の前身となるベアタはブロケードコミュニケーションズシステムズに買収され、製品化された。その無償版であるベアタコアエディションの開発が中止されたため、バージョン 6.6R1 をフォークし、 それをベースに有志により開発が行われている。BIOS 1.0、令和2013年12月22日にリリースされた。1.1、令和2014年10月9日にリリースされた。1.0世代と1.1世代は、デビアン6.0をベースとしており、32ビットと64ビット用のイメージが実際のマシンと仮想マシンの両方に向けて提供されている。 2019年1月28日、BIOS 1.20がリリースされた。1.20はデビアン8をベースとしている。1.0世代と1.1世代は元素名に基づき命名されていたが、1.2以降は星座の名前に基づき命名されることになった。バージョン1.0により、VM w a r e のための BIOS の OVA イメージでのリリースが存在する。 VMWare 用のツールもすべて含まれており、これにより VMWare 環境での BIOS の簡便なセットアップが可能になる。OVA イメージは標準のダウンロードサイトからダウンロードできるほか、VMWare からもダウンロードできる。バージョン1.0により Amazon EC2 利用者は BIOS のアミイメージが利用可能になっている。ありがとうございます。